連れてくよ海に眠る宝石よ二人の。今日もいい天気だな。っていうかほとんど雨降ってるとこ見たことないけど、なんでこの町水不足にならないんだろう。なんだったら隣にすごい用水路あるけど、あれここって もしかして上に上がれるところ。えこの坂めちゃくちゃ緩やかじゃん。なんだったら手すりもついてるし、え俺毎日ここ登ったらいいんじゃないの。ダメだ龍馬、見なかったことにしよう。これは空気を読もう。だって今までの坂の下り全部ぶち壊しじゃん。そうだよ、いくら僕が子供っていう設定だとしてもあくまでもそれは設定なんだから。ダメダメ、ここはだって主がかわいそうじゃん。こういうの見つけちゃったらさ。龍馬くん、坂登るの頑張って。よかった、さっきのところから登らなくって。よし今日も登るの頑張るぞ。くいつもあと一歩のところでこんな感じになっちゃうんだよな。でも僕は諦めないぞ。あ、ちょっとみんな見ないでよ。ちょっとなんかお尻のところちょっとビリって破れてるけど見ないで。はあ、ごめんねカレンちゃん、お待たせ。っていうかカレンちゃん、なんでペンライト振ってるの。僕アイドルじゃないよ。カレンちゃんがアイドルなのに。だってこないだ龍馬くんもアイドルデビューしてたじゃん。その時にね、私も応援してる側ってなんか楽しいなと思って。なんとなく龍馬くんのカラーは青にしといたよ。わあ、なんかカレンちゃんに応援されるのは嬉しいな。ねえねえ龍馬くん、相変わらずノリついてるね。まあノリじゃないんだけどねこれ。まあそれを言うなら、まあカレンちゃんもぶっちゃけいつもツインテールはみ出てるよ。龍馬くんがいじめる。え、嘘でしょ、僕毎日ノリノリノリって言われてんのに。ちょっと言ったらこれ嘘。まあ冗談は置いといて、早く行かないとまた先生に怒られちゃうよ。龍馬くんだけ。うん大丈夫、僕だけ怒られるのはもう慣れてるから。この世界ってやっぱりいろんな現実を受け止めていかないとこれから大人になれないと思ってるんだ。確か今日はこっちの桃組の方だったね。あ、桃組でもひまわり組の方でもどっちでも結局ガオガオ体操なんだけどね。あら、カレンちゃんと龍馬くん遅れてるわよ。早く授業に参加して。強くならなきゃ強くならなきゃ強くならなきゃ。おい龍馬、お前正気か。ガオガオ体操じゃなくてごまかしてるにも程があんぞ。ふん、この夏の僕は一皮二皮いや三皮は剥けるんだよ。ブン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 。あら龍馬くん、それガオガオ体操なのね。ふーん、そうなの。あれカレンちゃん、龍馬のやついねえけどどうしたの。違うとこでお昼寝してんの。あー龍馬くんなら先生に反抗してあっちのバウンドボールの部屋で怒られてる。ごめんなさい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 。龍馬くん、100回謝るまで禁止。でもそのスピードならすぐ終わるわ。くっそ、反抗しなかったらよかった。っていうか何より頭振ってるのになんでこの帽子飛んでいかないんだろう。はあ、やっぱりいきなりツンツンしたキャラになるのは無理だったな。みんなお待たせ。龍馬くんが先生の言うこと聞かないからだよ。そうだぜ龍馬、俺たちだってちゃんと真面目にガオガオ体操やってるだろ。まあ確かにお前らでも真面目に授業受けてんもんな。それよりさ龍馬、俺たちこないだアイドルデビューしたじゃん。もう一回ぐらいイケイケボーイズやろうぜ。うい。もういいよ、俺たちはやっぱり応援する側の方が向いてるよ。そんなことないよ龍馬くん。龍馬くんかっこよかったよ。お前ら次のライブいつにする。いや切り替え早。なんかこうさ、夏っぽい夏フェスみたいに出てよな。ふい。そうだ、それだったら実は私たち野外フェスに出るんだけど、それに龍馬くんたちも出てみたら。私がマネージャーに言えば多分出演させてくれると思うし、それにウェディングシスターズとイケイケボーイズが一緒のイベントに出るなんてなんかちょっと嬉しくない。カレンちゃん、それ最高にイケてるぜ。うい。それいいな、盛り上がりそうだし、それにうちの生徒たちも喜ぶだろうしな。楽しそうだね、それだったら僕大歓迎だよ。カレンちゃん、じゃあマネージャーさんにお伝えしといてくれる？オッケー、じゃあ早速マネージャーに連絡しとくね。プロデューサー、お待たせしました。お、来たな、ウェディングシスターズのみんな。すまないね、衣装に着替えてもらっちゃって。あっち着替えるところがなくってね。
大丈夫ですよ。どうせ野外フェスだし、汚れるのは仕方ないと思うので。それで、野外フェスってどこでやるんですか？それは今から行くから、ついてからのお楽しみだ。きっとみんな驚くぞ。え、もしかして、そっち、あ、ちょ。フェスに行く前に事故で報道されるとこでしたね。あれ、もしかしてこれが会場ですか？アイドル野外フェス、桜フェス2020。うわー、すごい。もしかしてプロデューサー、これ結構大きなフェスなんですか？桜フェスは昔から有名なアイドルの野外フェスなんだ。毎年夏に行われてるんだよ。へえ、そうなんですね。もうお客さんあんなにたくさんいる。楽しみだね、カレンちゃん。絶対私たちが一番盛り上げようね。今日もあのハスハスおじさん来てるかな？うん、絶対来てると思う。だってアイちゃん推しすごいんだもん。どうやら出演者の人たちも結構来ているみたいだな。よし、俺たちも入り時間より遅れるわけにはいかないから早く行こう。失礼します。はじめまして、ウェイディングシスターズです。今日はよろしくお願いします。お、来ましたね、ウェイディングシスターズの皆さん。私はこの主催者のセバスニャンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。盛り上げれるように精一杯頑張ります。わー、なんか いろんなアイドルさんがいるな。男の人もいるし。あれ、龍馬くんたちがいない。どうしてだろう。お前ら早くしろよ。何コンビニでのんきに買い物してんだよ。ちげえよ龍馬、この店員さんにさ、肉まんくれっつってんの肉まん出してくれねえんだよ。ほら、あそこにでっかい肉まん2つあるだろ。おい、やめとけ。俺たち今日一日はアイドルなんだから、そういう発言すんな。もういいから早く行くぞ。絶対みんな集合しちゃってるよ。なあ龍馬、これ乗っていこうぜ。え、これで、でもお前これどっちにしても2人乗りじゃ。まあそうなるわな。まあいいか、これで行こうっと。おい龍馬、お前のマント貫通してんぞ。もういらないこと言わなくていいんだよ。あ、これは確かカレンちゃんたちがいつも乗っている車だ。やばいやばい、早く行かないとみんな集合してるよ。どう？バクッ、足って。龍馬、マントがちょっとエプロンみたいになってんぞ。分かったから、もう突っ込まないで。すいません、遅れました。イケイケボーイズです。お待ちしてましたよ、イケイケボーイズの皆さん。これで全員揃いましたね。一組、二組、三組、四組、五組。それでは皆さん、本日はよろしくお願いいたします。私は一足先に壇上に上がって司会をさせていただきますので、呼び込んだアイドルの方々、パフォーマンスのほどよろしくお願いいたします。あれ龍馬くん、前とちょっと衣装の色が変わってるね。あ、これカレンちゃんが僕のカラーはなんとなく青かなって言ったから、それに合わせてきた。そうなんだ、龍馬くん似合ってるよ。よし、そろそろですね。皆様大変長らく お待たせいたしました。これより桜フェス2020開催いたします。まずはトップバッター、チームかわいいモブキャラーズです。リーダーの南條みどりです。食べることが好きです。でもグリーンピースは緑だけどあんまり好きじゃないです。宮場葵です。好きな言葉は推ししか勝たんです。よろしくお願いします。前谷葉月です。好きな食べ物は音谷くんです。よろしくお願いします。ちょっと、私だってそれだったら音谷くんの名前出すし。だって私たちが音谷くんじゃない回に出てくるなんてめったにないじゃん。だからここは推しの宣伝しないとと思って。とりあえず曲始めます。それでは聞いてください。グリーンピースは苦手だけど枝豆は食べれるぞです。チームかわいいモブキャラーズの皆さん、ありがとうございました。続きまして、エントリーナンバー2番、タイガくんのお友達チーズです。本来だったら僕は主役級で間違いないんだけど、ま、今回は仕方なく譲ってあげるよ。俺は別に普通の人担当だから、あんまり喋らさないでくれよ。ああよかった、リュウジくんと同じチームじゃなくてよかった。それじゃあみんな聞いてください。今夜は俺が主役。やば、タイトルめっちゃ恥ずかしいでやんす。タイガくんの友達チーズでした。ありがとうございました。さあ盛り上がってまいりましたよ。続いてのチームはこちら。
チーム NPC モンスターズです。そう、私たちこそ主役よりも目立ってしまうというサブキャラ。なんて言ったって私はこないだメインの物語までやってしまったからな。え、みんな見たよね？もちろん動画見たよね？うん、見てくれたよね？三度の飯よりタイガが好き。え、待って待って、なんで私トップバッターのあの可愛いモブキャラーズの中じゃないの？え、おかしくない？それでは皆さん聞いてください。1番より2番より3番が好き。チーム変態ーズの皆さんでした。ありがとうございました。こらこらこら、ちょっと名前違うぞ。カレンちゃん、僕たち先に出番だから今から行ってくるね。頑張ってね、リョーマくん、袖で見てるから。よし、行くぞ。さあ、後半戦に差し掛かってまいりましたよ。エントリーナンバー4番、イケイケボーイズの皆さんです。僕たち、イケイケボーイズです。よろしくお願いします。かわいいあの子。わあ、水着のお姉さんとかもいる。そりゃそうか、ここ海だもんね。おい龍馬、先生とかみんなも見に来てくれてるぜ。ほんとだ、しかも先生あんな前に来てる、恥ずかしいよ。はあ、ちょっと緊張するけど、カレンちゃんにもいいとこ見せたいし頑張るぞ。それじゃあ聞いてください。初めてのセコム。龍馬くんかっこいい。ダンスもなんかどんどん上手くなってる。私も頑張らないとな。って あれ、あ、なんか一人メガネの人なんか踊ってるけど。初めてのセコム。はあはあ、ありがとうございました。よかったぞ。可愛かった。龍馬くん、いつも褒めないけど今回はかっこよかったわよ。えへへへ、よかった。でもあの人は全然拍手してくれないな。あれ絶対愛ちゃん推しの人だ。カレンちゃん、次頑張ってね。ありがとう。龍馬くんもすっごくダンス上達してたよ。さあ、ウェディングシスターズのみんな、本当のアイドルというものをみんなに見せつけてやれ。カレンちゃん頑張ろうね。さあ皆さん、お待たせいたしました。このグループを見に来た方も多いんじゃないでしょうか。今ノリに乗っている急上昇中のアイドル、ウェディングシスターズの皆さんです。皆さんお待たせしました。私たち白い衣装は汚させないウェディングシスターズです。よろしくお願いします。待ってました、ウェディングシスターズ。かわいい。やっぱりウェディングシスターズ最高。きたー、アイちゃん。はささ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 さ。なんか前にいるあのおっさんすげーな。それじゃあ今日はなんと新曲いくよ。え、今日新曲なんだ。すごい、このフェスに合わせてきたんだ。初めての夏のボーナス。ボーナスボーナス、夏のボーナス、やっぱりお金が大事だよ。お父さんにお小遣いせがまなきゃ。初めてのボーナス。やっぱりちょっとなんていうか、お金の大事さを伝えるアイドルユニットなのかな。素晴らしいパフォーマンス、ありがとうございました。ウェイディングシスターズの皆さんでした。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。楽しかったぞ。また見に行くぞ、ウェイディングシスターズ。カレンちゃん、先生もちゃんと見てたわよ。カレンちゃん、お疲れ様。やっぱりウェイディングシスターズは本当にすごいや。僕たちなんて足元にも及ばないよ。そんなことないよ、龍馬くん。イケイケボーイズも前よりイケイケだったよ。また機会があれば一緒にイベント出ようね。こうして僕たちの夏の一大イベント、野外フェスが終わりましたとさ。あそこの振り付けは私は間違ってないぞ。違うわよ、振り付けじゃなくて歌詞が間違ってたわよ。まあまあ、二人とも落ち着いて俺のお尻見てくれよ。可愛いだろ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。